自分を一番大切にしてくれる人、自分を一番大切に思ってくれる人、思ってくれる人、すいません、自分を一番大切に思ってくれる人を見分ける方法を教えてください。教えてください。これな、はい、どういうふうに答えようかな。ちょっと最後だから、あ、ごめんなさい、もう2つありました。もう2つあんのかよ。すいません、すいません、すいません、分かった、じゃあ巻きでお前面白いわ。お前面白いわ。どんだけ準備したの。いいボケだわ。あのな、自分を一番大切と思ってくれる人って、まあ女の人からの質問なんだけども、自分を一番大切と思ってくれる人なんか原理的にはいないんだよ。なんでかというと自分が一番大事だから。なので回答はここから始まるんだ。だからそんなのいないっていうのは回答の1段階目な。その奥にある回答は何かっていうと、じゃあある人にとって、あ、俺は俺が大切だ、しかし俺を成立させるにはあの女が必要だというふうに思わせればいいわけだ。でこの女の人はついつい自分を一番大切に思ってくれる人ということは、いわゆるナイトとか、なんだろうな、自分の信者みたいな状態を考えてるんだけども、それじゃなくて一条ゆかりさんが言ってる通り、一条ゆかりさんが言ってるんだよ、漫画の中で言ってるんだけども、はい、あの 役に立つ女は捨てられないって言ってんだ。だ だから例えば男は胃袋をつかめとかさ、いろんな名言があるんだけども、うんうん、役に立つ女である限り男は捨てないっていうふうに言ってるんだ。でその関係の中から自分が好きな関係のギアを選びなさいというふうなことを言ってるんだけど、これその通りだと思う。自分を一番大切に思ってくれる人っていうのは、うん、その人にとって最もユースフルな、うん、有用な女になることなんだ。でも多分この人は恋愛的な意味で言ってるんであって、こういうビジネス取引的な回答をせざるを得ないというのは切ないね。はい、次行こう。はい、切ないという回答でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。